C-47 スカイトレイン飛行する C-47 情報秘匿のため尾翼番号が消されている。C-47 スカイトレインはダグラスやクラフト社が開発した輸送機。愛称はスカイトレイン DC-3 の軍用輸送機型であり、第二次世界大戦で結出した働きを見せた。ノルマンディ上陸作戦など大規模な作戦だけでなく、 物資輸送や空挺作戦で対応された。アメリカ陸軍航空隊の他にもアメリカ海軍、イギリス空軍などが使用した。DC-3 は1936年にアメリカン航空に収益して以来、アメリカ合衆国をはじめヨーロッパ、南アメリカなどの航空会社に収益していた。第二次世界大戦の勃発後、アメリカ陸軍は、 航空会社から DC-3 を徴用して使用していたが、軍用として1940年9月16日に C-47 を147機を発注した。1号機は太平洋戦争開始直後の1941年12月23日に引き渡された。アメリカ海軍にも R4D の名称で採用された、ほかイギリス空軍に供与された機体は、 ダコタの名で運用された。各タイプの総生産機数は1万機以上。C-47 は DC-3 の乗降扉に代わって貨物扉を取り付け、床面も強化された。折りたたみ式の座席を装備し、武装兵28名か、最大で 2722kg の物資を搭載できた。 14章の信頼と看護兵3名を収容して、患者輸送機として運用することも可能で、貨物輸送機として、ジープ1台と M337mm 砲1門を搭載することもできた。兵員輸送型の c ス53、スカイトルーパーなど、派生型も数多く存在する。その信頼性の高さから、戦後も長く運用され、1960年代に、 入ってもまだ多数が現役にあった。また、余剰機の多くが敵国であった、日本やドイツを含む海外の軍に供給された。ベトナム戦争では C-47 にガウ -2B、A を搭載した AC-47 がガンシップとしてベトコン総統に従事したほか、冷戦下で起きた多くの内戦や地域戦争にも従事した。 欧米では1970年代頃におおむね姿を消したが一部の途上国では現在でも運用され続けており南アフリカ海軍では対戦哨戒機として本機を用いている C-47AC-47 最小の量産型 C-47A 電気系統を強化 C-47B インド 中国間のヒマラヤ山脈越え輸送作戦、ハンプ越えように開発。スーパーチャージャーを搭載した R-1830 から 90C エンジンを搭載。しかし、ある程度の成功しか収められず、多くが C-47D に回収された。XC-47C 水陸両用のフロートを装備した主権機。 C-47D スーパーチャージャーを取り外した C-47B。C-47ER-2000 から4、エンジンを搭載し航空路点検機に回収された機体。C-47L、M ベトナム戦争で特殊な電子機器を搭載した C-47H、J につけられた名称。C-47T ターボプロップエンジンへの 感想を行った機体。C-47TP ターボダコタ C-47TP ターボダコタ南アフリカ空軍において、プロフェッショナルエビエーション社によるターボプロップ化が行われた機体の名称。AC-47D ンシップ型。詳細は、ガンシップ AC-47 を参照なおガンシップ型が登場する前は、 航空路点検機型の名称として使われていたが、こちらは EC-47D に解消されている。EC-47NP 旧ベトナム戦争において電子偵察用装備が取り付けられた C-47AD。EC-47Q は R-2000 から4エンジンを搭載。RC-47AD 写真、電子偵察機型。 SC-47A, d 級難機型。後に HC-47A, D に解消。TC-47B, D 後方練習機型。VC-47A, B, DVIP 輸送機型。C-53D スカイトルーパー C-53、53, スカイトルーパー兵員輸送に特化した C-47。座席が、 固定式になり、貨物輸送用の装備が省かれている。XC-53A スカイトルーパー、全翼服のスロッテッドフラップと熱風による除、氷装置を備えた、主剣機。C-53B スカイトルーパー北極での、活動用に回収された、C、C-53。C-53D スカイトルーパー座席を C-47 と同様にした、C、C-53。 C-117AC-47B の爆量輸送機型。DC-3 と同様の座席とキャビンを装備。C-117B スーパーチャージャーを取り外した C-117A。C-117CVC-47 C を C-117B 仕様に回収した機体。後に VC-117A、B に解消。 XCG-17XCG-17 エンジンを取り外し兵員輸送グライダーとした機体。驚異的な滑空性能を見せたものの、1944年に試験が完了した時点でアメリカ陸軍がグライダーの必要性は限られていると判断したため、量産されなかった。R4D-1 アメリカ海軍、海兵隊向けの C-47 R4D-3 アメリカ海軍に移管された C-53R4D-5 アメリカ海軍に移管された C-47A あとに C-47H に解消 R4D-6 アメリカ海軍に移管された C-47B あとに C-47J に解消 R4D-7 アメリカ海軍に移管された TC-47B。あとに TC-47K に解消。R4D-8R4D-8 再生した R4D-5、6を d c 3 s 相当に回収した機体。あとに CE-117D に解消。R4D-5L、6リットル R4D-5、 6の南極観測支援機型。あとに LC-47HJ に解消。r 4 d 5九6 q r 4 d 5 6の電子線訓練型。あとに EC-47HJ に解消。R4D-5R-6RR4D-5、6の人員輸送型。あとに TC-47HJ に解消。 R4D-5S、6SR4D-5,6 の ASW 訓練型。あとに SC-47H、J に解消。R4D-5Z、6ZR4D-5,6 の VIP 輸送機型。あとに VC-47H、J に解消。R4D-8LR4D-8 の南極観測支援機型。あに、 LC-117D に解消。R4D-8TR4D-8 の練習機型。あとに TC-117D に解消。R4D-8ZR4D-8 の爆量輸送機型。あとに VC-117D に解消。ダコタマーク4、ダコタマークアイギリス向けの C-47。47 ダコタマーク2イギリス向けの C-53 ダコタマーク3イギリス向けの C-47A ダコタマーク4イギリス向けの C-47B カノヤ航空基地資料館に屋外展示されている自衛隊で唯一現存する R4D-699023 号機マナズル日本では 海上自衛隊が1958年11月から12月にかけて旧アメリカ海軍の R4D-6 を3機、R4D-69 を1機供与され、1971年に YS-11 に代替されるまで海上自衛隊唯一の輸送機として運用した。しかし当然ながら、機数不足であったため、p 2ト7や誘拐 -2 なども、 人員輸送や連絡飛行に使用しなければならなかった。退役後、R4D-69 は展示機となったが、R4D-6 のうち2機はアメリカに買い取られた、後フィリピンに売却された。三面付き内出店、フランシーン、ルネジェ・マグガネル・ダグラス・エアクラフト・シンス1920、ロンドン、プトナムカンパニー・リミテッド。 1979 ISBN 0-370000501諸言性能アウトブレイクアバンタイトルに登場原因不明の感染症に汚染されたザイールの傭兵キャンプに燃料気化爆弾を投下する遠すぎた橋マーケット作戦用に大量動員されアメリカ軍 イギリス軍そして自由ポーランド軍の空挺部隊が本機から次々と空挺降下する。ザナイト・マイ・ナンバー・ケーム・アップ・ハーディ中将が東京へ向かう機体としてダコタが登場。日本沿岸の海岸に墜落する。機内や飛行中のシーンには実機が使われている。飛べ、ダコタ、ザナイト・マイ・ナンバー・ケーム・アップと同じ事件を描いた日本映画。 日本に墜落したイギリス空軍のダコタが登場する。撮影には、太陽国空軍が2006年に廃棄した AC-47 を使用している。放課後アサルトガールズ・イズナ軍輸送機として登場。空挺部隊輸送の他に、ウェイコー CG-4A グライダーの栄光機としても、使われている。RUSE アメリカ・イギリスの輸送機として登場。Call of Duty シリーズ。 COD アメリカ軍の輸送機として登場し、第82空挺師団と、第101空挺師団を空挺降下させる。COD 3米軍の輸送機として登場する。南アフリカ海軍、サイモンズワンで、艦艦式挙行。世界の艦船第699周2008年、航空ファンイラストレーテッド1999、オータムナン、no. バー108。 自衛隊航空機オールカタログ分離道1999年。ありがとうございます。